でも美子はあの先輩の威厳をもってしてね、先輩の威厳をもってして、やはりあの先輩の威厳というかね、偉いという立場を分からせないといけないから、ちょっとマジであの子供解禁されたらあの分からせていきたいなと思ったね、美子は。うん、分からせていかないと、ああいうね、コアパン、うん、威厳ってものがあるからね、威厳ってものが。なんかさ、あの土下座しろって言ってたけどさ、みこさ、思ったんだけどさ、なんか偉いやつには土下座をしなきゃいけないんだよとか言ったけどさ、えんちゃんおめえ先輩だけど、みこ先輩だけどっていうね、そういう気持ちになったけど、あのしっかりと大人だからね、みこは抑えたよ。やはり先輩だしね、偉大なみんな、みこ先輩になっちまったよ、また。